3連休最終日の今日、東京タワーでさんま祭りが行われています。こちらの特設会場では今朝届いたばかりの新鮮なサンマが次々焼かれています。柔らかくて美味しい。会場では東京タワーが開業55周年を迎えることにちなんで、今朝岩手県の大船渡港から届いたばかりの5555匹のサンマが無料で振る舞われています。今年は猛暑の影響でサンマの水揚げが激減し、一時提供が危ぶまれましたが、訪れた家族連れなどは焼きたての秋の味覚を楽しんでいました。